一筆斎文昇とは、江戸時代の浮世絵師。仮の葉の石川美雪元の門人とされる。生は、守るし。家系、俗称については未称。筆行などを制御とする人物であったかもしれない。法歴十年頃から、黒本や特本の差し絵を手掛け、ついで、勝川春章と共に、似顔絵様式を敷印し、形式化した、これまでの役者絵に新風を巻き起こし、 名は中高期から安永初期の役者へをリード、錦絵はこの時期に集中している。役柄の本質を役者のわずかな表情や競争に読み取り表現する描写力は他の絵師に勝り、個性的な文章独特の世界を創造している。浮世絵全体の作品量は少なく、肉質浮世絵に関してはさらに少ない。名脇になると遊女ばかりでなく、 姿勢の評判娘が浮世絵によく描かれるようになった。文長は美人画にも優れており、中でも谷中の笠森稲荷の参道にあった水茶屋の鍵屋の汚染という娘は、文長や鈴木春信によって多く描かれ、明和5年には江戸中の評判となり、下作や芝居同様にも歌われたほどであった。鍵屋汚染は重要美術品になっている。 美人画は、春信や磯田古流祭、勝川春章らと合作もしている。さらに、明和7年に春章と合作した、役者色ずり絵本、絵本部大戦はよく知られており、この、絵本部大戦、全106図のうち、文長が57図、春章が49図を描いた。安永7年版の起病史、3歳、創図しばらくでは、磯田古流祭と合作しているため、 その交友関係、作画傾向などは知られるが、鈴木春信と同じ時期に作画に入っているので、協力して、西絵創生発展に尽力したということがわかる。また、肉筆作品も若干残している。安永2年に、歌舞伎役者の東富五郎と、大谷谷寺によって奉納された、絵馬、市村狭の俳優図、ひとまかさず、笠森稲荷社ャ図などはよく、知られている。 前日の、ひと松かさずは、雪松かさずともいい、慶古こと初代、中村富十郎の敗ん、妹か、手に、雪町傘のたわみけりからつけられた画題である。しかし、文長の人気は、明和6から7年が最盛期であり、明和8年頃より、人気はより写実的な春章に移っていった。文長は、安永1年を最後に、役者へ美人が制作を止めている。 その後の動向は全く不明である。期日は6月12日とされる。門人に、岸文江、龍文朝、玉川船長、文康がいる。島田筑波氏は文朝七回記のすり物に、久保都市密の酒小民その未亡人の都市、文様の文康船長など聞こえる人々、追福の営み線とて、洋流共編の万発楼に、水月十二日を牧し、地気の 名だたるが顔を受け、史顔を大模様し、うんぬんとあることから、文長の寄進を6月12日であるとした。このすり物には、北川歌丸、葛飾北斎、葛川春栄、歌川報告、歌川豊広、長谷川節丹楽人が絵を寄せており、その様式と楽観より、完成12年から今日は2年頃のものと判定できるので、文長の没年は、 完成6年から完成8年頃と推定される。ありがとうございます。